早坂剛氏は日本の実業家。L さん代表取締役会長。鶴岡市アイスホッケー協会会長。山形県鶴岡市の商家に生まれる。小学、中学時代は加藤光一とクラスメートとして過ごし、加藤の乱直後から11年間にわたり、鶴岡地区における講演会長を歴任した。 山形県立鶴岡南高等学校を経て、慶応義塾大学文学部に入学。同大時代にには、アイスホッケー部に所属。ゴールキーパーを担う。大学卒業後、外資系企業、ホテルニューオータニに勤務。その後、東京生まれの妻と一時を連れ、都市空間ながら、港の観光家を夢見て帰郷根津ヶ関で、旅館業に携わり、 1971年、L3 を設立。1978年には、当時田園地帯が広がっていた、市郊外のナエツに、ソーシャルプラザグランド L3 を開業する。2008年、省内交通グループのメインバンクである、省内銀行から、省内地方の代表的企業である、商工 G の再建なくして、省内経済の活性化はありえない。 4人をもって変えたいと混成され、約3ヶ月の説得を経て、商工ホールディングス社長に就任。同グループの舵取りを務め、経営改革に取り組み、2016年6月末をもって、商工 HD、商工コーポレーション各社長、省内交通会長から退いた。2019年10月、4期12年務めた、鶴岡商工会議所会頭を退任し、 多年にわたる産業経済の功労に対し、2020年10月、鶴岡市から市政功労表彰が授与される。商工事位は従業員1000名を超える企業体であったが、経営環境の変遷から協業が激化。商品から人材の派遣を受け入れ、抜本的な構造改革に着手していた。ありがとうございます。